ヒドルキシメチルフルフラールは、糖や炭水化物の熱分解により生成される、分子式 C6H6O3 の有機化合物である、HMF と略記される。HMF は、牛乳や、フルーツジュース、蒸留酒や蜂蜜などの食品を加熱すると、微量ながら生成することが知られている。また、タバコにも含まれていることが、近年の研究から明らかとなった。1912年に、 フランスの科学者、ルイス・メイラードが、グルコースとリシンを用いた、非酵素反応の研究の途中で発見した。フルフラールと同様に、バイオマスを用いて、合成可能である。2006年、ウィスコンシン大学マディソン校の教授らがフルクトースを用いた、HMF の新しい合成法を報告した。新しい方法では、フルクトースを水中で塩酸と反応させて、 水溶性である HMF を合成し、続けて180度に加熱し、メチルイソブチルケトンやニブタノールで液液抽出する。この時化圧容器を用いる場合もある。なお水槽にダム素や PVP を加えることで複製生物の量を抑えられる。フルクトースから高い転換率で HMF が得られる方法であるが、高不転溶媒の除去が課題である。 すべての段階は平行反応であり、フルクトピラノース、フルクトフラノース、管理されていない熱の中間体を経て、HMF が生成する。2007年6月、アメリカ合衆国パシフィックノースウエスト、国立研究所の研究者が、遠隔ロムを用いた簡単で安価な方法により、フルクトースとフルコースを不純物がほとんど、含まれていない、HMF へと高効率で変換する方法を、 発見したと発表した。グルコースは、デンプンやセルロースから得られることから、バイオマス系燃料から直接プラスチックや合成燃料を生産する手法の一つとして検討されている。HMF は、バイオ燃料としての可能性を持っている。HMF を還元してに、コジヒドロキシメチルフランへと変換し、水素化分解により合成されるに、コジメチルフランは、 エネルギー密度がガソリンと同程度である。HMF を参加すると2、5、フランジカルボン酸が生成するが、これはプラスチックの原料であるテレフタル酸の代替物質となりうる。HMF の誘導体は、カマジョウ赤血球症の治療薬としても研究が進められている。安全性の研究はそれほど進んでいないが、これまではっきりとした発言性は確認されていない。 hmf ヒドロキシメチールファーフューリールヒドロキシメチールファーフューリール1999年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2005年9月10日閲覧ニュープロセスメイクスディーゼルフューエルインダストリアルケミカルズフロムシンプルシュガーハットフェーズマダファイヤーズプロモートエフィシエントプロダクションオブハイドロキシーメサルフォーフューリールフロムフラクトスース有利 ロマン・レシコブ、ジュベン・エヌ・チェダ、ジェームズ・エイ、デュメッシック・サイエンス3 0 1 2 0 0 6ボリューム312、ナンバー5782、ピアニッシモ、1933から1937度イ、10.1126、サイエンス、1126337、ハットプラスチック・ザット・グローズ、オントゥリーズ、ハットプラスチック・フロム・シュガー、ニューカット・リスツ、 コンバートグルコースイントゥー、エーバリュアブルケミカルフィードスタック。ありがとうございます。